オガララ,オガララ対水槽、オガララ対水槽、オガララ対水槽、英語、アガララアキファーは、アメリカ合衆国中部、グレートプレーンズの地下に分布する、戦争地下水槽。ハイプレーンズ対水槽、ハイプレーンズ、アキファーとも呼ばれる。世界最大級の地下水槽で、総面積は45万キロ平方メートル、日本の国土の約1.2倍に及び、同国中西部、 南西部八州にまたがる。この大水槽は1899年にニューヨークの地学者、ネルソン・ホラティオ・ダートン、ネルソン・ホレーショーダートンによって命名された。名称は、ネブラスカ州西部の町をガララ、アガララに由来している。現在アメリカ合衆国中部の大平原となっている。この地域に大水槽が形成されたのは、中心予行期から先進予初期にかけてのことである。 この頃、この地域の西に位置するロッキー山脈における増山活動が活発化し、西から東へ、あるいは南東へと大小の河川が形成されていった。やがて、ロッキー山脈において侵食が起こり、川や風で運ばれた土砂がこの地域に積もって古い、流路を埋め、大量の地下水を含む地層を生み出した。この地層の深さは、形成前の地形によって異なる。 元々が谷間だったところは、地下深くまでこの地層が形成されている。この地層の下部では荒い岩がある地になっており、上部ほどその粒が細かくなっている。地下水を含む、そう、耐水層の厚さは、数メートルから160メートルまで幅があり、北部ほど厚くなっている。地表から地下水面までの深さは、北部では120メートルほど。 南部では30から60メートルほどである。現在、大水層への淡水関与のペースは遅くなってきている。このことから、地層中に存在する地下水の大部分は氷河期に蓄えられた化石水であると言える。この大水層は、アメリカ合衆国中西部、南西部の以下8州に及んで広がっている。グレートプレーンズと呼ばれる大平原が広がる。 この地域はほぼ全域がステップ気候に属し、全体的に降水量が少なく、火星や故障などの地表水が少ない。そのため、この耐水槽の地下水が重要な水道水源、農業用水源となっている。耐水槽は水循環において、水を地中に蓄える役割を果たしている。この節では、アメリカ地質調査所による調査結果の発表に基づいて、 おがらら体水槽における地下水の汗および流出について述べる。おがらら体水槽への地下水汗用量は様々な要因によって限られている。まず、この地域のほとんどが乾燥帯に属し、年間降水量500ミリメートルに満たないことが挙げられる。加えて、風が強く乾燥した風によって地表水や降水の蒸発が促されているということが追い打ちを。 かけているこうした気象条件に加え、耐水槽のほとんどは炭酸カルシウムを主成分とする不等水槽に覆われていることも地表からの耐水槽への水の流入を減少させる要因になっている。この地域にはプライアと呼ばれる乾燥地帯特有の浅い水たまりのような湖が多く見られる。その湖岸の多くは炭酸カルシウム層や粘土層で形成されている。 炭酸カルシウムには地中の水分蒸発を早める働きがある。一方で乾燥が進むことによって土壌中の炭酸カルシウムの含有量が増える。こうした循環によってただでさえ少ない高水や地表水が土壌に浸透する量はさらに少なくなり、小ガララ耐水槽への水の含有量は極めて限られたものになってしまう。小ガララ耐水槽の位置しているグレートプレーンズは アメリカ合衆国有数の国層地帯である。小麦をはじめ大豆やトウモロコシを多く生産する。この地域は、しばしばアメリカのパンカゴ、ブレッドバスケット・オブ・アメリカと呼ばれる。また、全米有数の畜産地域でもある。香水や地表水の少ない乾燥地帯にありながら大規模な農業開発に成功したの、一重におがらら大水槽の地下水を用いた考えによるものである。 この地域における、灌漑農業が始まったのは1911年のことである。1930年代に入ると、電力やポンプが整備され、本格的に灌漑が行われるようになった。大規模な灌漑は1950年代まで続いた。こうした大規模な灌漑により、小柄らら耐水槽からの地下水の流出量は一気に増加した。 小柄らら耐水層からの地下水流出の要因として、最も大きいものは前述のような考えによるもので、あるが、それに加えて、自然に流出する地下水もある。この地域の何本かの川は、地下水面よりも低いところを流れている。そのため、水がこれらの川に流れ込み、結果として、小柄らら耐水層への地下水関与にはならず、むしろ耐水層から流出することになってしまう。 気象条件や地層の構造により地下水の観容量が少ないこと、その一方で大規模な考えによって、耐水層からの揚水量が増加したことによって、小柄ら耐水層の各所で地下水位の低下が見られるようになった。1980年の時点では、小柄ら耐水層からの揚水量は地下水観容量の3倍に達していた。年間1.5メートルにも及ぶ水位の低下が見られた。 地域もあった。水量確保のために深くした井戸や枯れてしまった井戸も少なくない。冒頭の地図は、小柄な耐水槽における1980から95年の地下水位の変化を示したものである。地図中、テキサス州北西部やカンザス州南西部では、水位が著しく低下していることを示す赤や濃い、オレジになっているところが多い。降水量の比較的、 大いネブラスカ州東部など、水位が上昇している。地図中水色や紫になっているところもあるが、全体的には、オガララ水槽の地下水位は低下系にある。こうした事態に対し、オガララ水槽上の各地では、段々畑を導入したり、交代で休行させたり、灌溉にセンターピボットを用いたり、あるいは、灌溉面積を減らしたりと、 水を効率よく利用する工夫をしている。こうした努力によって水定下量は少なくなりつつあるが依然として低下が続いている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。